株式会社愛媛飲料は愛媛県松山市に本社を置く飲料メーカーである。清涼飲料の製造・販売を事業とする。ポンジュースを主力商品とする企業。元は農協自体で製造から販売まで手掛けていたが、当該農協が全国組織と統合したのと前後して、組合。 公益法人による営利事業に対する規制が強化され、営利事業は一般企業を作ってそこに移管させる必要が生じたことから設立されたものである。したがって全国組織の全国農業共同組合連合会が株主となっている。この会社と同じ位置づけにあるのが3例のブランドの株式会社 JA ビバレジサガであり、 同社は佐賀県農業共同組合の子会社である。ポンジュースとは1952年に発売された果汁飲料である。愛媛の真面目なジュースをキャッチコピーに販売されている。姉妹品としてポンの名を冠したグレープやリンゴの果汁飲料も存在する。発売当時の愛媛県製化農業共同組合連合会会長だった霧の中米が発売前年アメリカで、 柑橘類の加工工場を視察し、愛媛のみかん産業発展のために、みかんジュースの製造販売を発案、宝酒造に委託して、宝ポンジュースの名称で商品化された。これは、宝酒造の手掛けた最初の非アルコール飲料である。発売当時は低果重飲料であっても、ジュースという故障が使用でき、発売当初は果重100%ではなかった。 果汁100%に変更されたのは1969年で、現在はこの時をポンジュースの誕生としており、2009年に40周年を迎えたとして、盛大にキャンペーンを打った。名称の由来は、当時の愛媛県の久松貞武知事が、日本一のジュースになるようにという意味を込めて名付けたことによる。ただし、イヨベンの方言で、ポンは、くだらないもの。 フンという意味もあり、発売当時は、フンのジュースかと揶揄されたこともある。オランダ語で、柑橘果汁を指すポンズや分担を指す、パメロ、果樹栽培方法ポマラジーなどの言葉との関わりも考慮、されている。当初は、ポンだったローマ字表記は、前述の柑橘と関係の深い言葉とのつながりを重視し、1953年に、現在のポン表記に変更された。 当初は農協組織が直接販売まで手掛け、初期には宝酒造の多明治乳業から委託販売されていた時期もあったが、組合の営利活動規制により現在は愛媛飲料が製造から販売までを一貫して行う。愛媛県政科農業共同組合連合会時代の CM ソング愛媛みかんの歌、ポンジューズの歌はランミヨコが歌い、作詞は伊藤ら、作曲は 平尾正明が担当している。非売品のそのシートのジャケットには、東くんぺのイラストがある。ポンジュースの出る蛇口。ありがとうございます。